ハロウィーン、ハロウィーン、キズメイクしてよ、キズメイク。急にどうしたの？俺もキズメイクしてよ。ハロウィーンの？ハロウィーンのキズメイクしたいんですよ、僕も。ハロウィーンパーティーのお誘いでもあったのかな？ありました。もうそれはじゃあしょうがないから、私がハロウィーンのキズメイク教えてあげる。うわー、めっちゃ簡単だから、もう幼稚でも絶対覚えられるから。本当ですか？うん、じゃあね、ここ座って、うん、はい、はい、お願いします。まず液体よりこちらを、赤の絵の具をドロッと、はい、水彩絵の具なんですぐ溶けるんで、緑をねちょっと入れます。なぜ緑を入れるかっていうと、血ってちょっと赤黒いじゃないですか。それを出すためにこの緑をちょこっと混ぜます。はい、そしてこの絵の具をこうやって液体のりに混ぜるだけです。これだけで血のりの完成です。続いて、はい、キズメイクに入っていきたいと思います、はい、今回使うのは筆、水、ゼラチン、ファンデーション、裁縫セット、コンシーラー、アイシャドウ、スポンジ。これはファンデーション用のスポンジです。絵の具、さっきの血のりとティッシュ。はい、ということでね、この材料でやっていきたいと思います、はい、とりあえずメガネ取ろうか。はい、OK です。まずはじめに水とね、このゼラチンを、うん、水の量にゼラチンをで混ぜたものが、できたら、うん、ちょっと置いておきます。ティッシュ、ティッシュをちぎります。もう細かくね、ちぎった方がいいです。なんて、はい、じゃあ今回はここに傷つけようかな。これだね、はい、BB クリームを塗ります。はい、おーおー、すごい BB クリーム、うん、続いてティッシュ、切ったティッシュをゼラチン液、ゼラチン液につけます。それはちょこっとつけます。なじませてそれをつけます。おー、あ、ついてます。はい、うん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 、安心してください、ついてますよ。はい、ティッシュがつきました。安心してください。ここからファンデーションや絵の具を使って、うん、あざっぽくしていきます。紫とかピンクとかあるんですね。じゃあ今紫を乗せた状態、ちょっとズームしてみてください。ああ、ほんとや、はい、あざや、あざや、うん、この調子でやっていきます。あざです。血のりを、うわ、ついに来た。隙間を作ったんですけど、ティッシュとティッシュでね、傷口を作ったんですよ。これだね、これですね、うん、まあ、ヘラで流し込みづらい人とかは別の方法でも流し込めます。あの、キモい、誰がキモい。大丈夫です。大丈夫ですか？よし、はい、行くぜ。ということで、できました。いきますよ、キズメイク、せーの、ほい。開いてる傷になってるっていうのが大事です。うわ、はい、どうですか、よっちくん。マジでなんか中身が、中身からちゃんとなんか血がふわーって吹き出してるように見えます。それでパーティー行ってみてはどうでしょうか。うわ、ぜひね、100円ショップで揃うし、まあ、15分くらいでできるんでやってみてください。またねー。またねー。カチカチカチカカチカ。